プリキュア久しぶりに見るな。お、このキャラクターかわいいじゃん。プロフィール見てみよう。鳥型の妖精、プニバード族の12歳の男の子。男の子、男の子だと普通にかわいい。内気なカプレメって時点ですごくいい。この顔で王国の騎士目指してるのはとても来るものがある。特に理由はないけどプリキュア見始めるか。俺もホモじゃないけど見てみますか。変身シーンやばそうだな。めちゃくちゃエッチだったぞ。スクール水着やキャミソール着てるみたいでエッチだった。服が光で隠れてるのを逆手に取るエッチ表現にただただ尊敬。変身シーンが他の女子メンバーより力が入ってて笑った。下半身をじっくり映してからのお尻ドアップはエロすぎて笑った。子供の頃からこんな素晴らしい映像を見れるなんて今の子供は幸せだな。いい時代になったものだ。プリキュア20周年だからってやりたいことやりすぎでは。別に誰もプリキュアは女の子しかなれないなんて言ってないし、セーフ。女の子は男のプリキュアをどう思うのか。一応5年前からキュアアンフィニティを男のプリキュアが1話限りだけどのいたから抵抗は少ない説。そう考えると男のプリキュアって何年も準備されて作られたものなんだな。プリキュアの関係者、キュアウィングの姿見て号泣してそう。組み会ではもちろん上半身裸ですよね。男のなんだから当たり前だよな。実際どこまで男という設定を物語に組み込むのか気になる。不意に女子メンバーを意識してちが大きくなってピンチになる話はありますか。敵の女幹部に捕まってあんなことやこんなことをされる話はありますか。そんなことないって言いたいけど、最終回でプリキュアメンバーに妊娠&出産させた実績があるからな。みんなプリキュアは子供向けアニメって忘れてないか。でも女の子の服装になって、何この格好恥ずかしいよのシーンは入れろ。あれを入れるのが男の娘作品に対する礼儀だ。変身後の格好、下半身部分のデザインあまりにも攻めすぎじゃない。下半身があまりにもエッチすぎる。これ落ちが大きくなったら一瞬でバレちゃうよな。あの太もものリボンは何なんだ。ピンク色なのは明らかに誘っている。太ももにリボンつけましょうって言ったやつ、間違いなく天才だしこの世で最も変態だと思う。男にはどんな格好をさせてもいい思ってそう。女の子だと思ってみると可愛いって感想が来るのに、男の子だと分かった瞬間エッチになるの不思議だ。人間の神秘だな。男の子要素である肩周りと肩周りがちゃんと隠れるようなデザインなのすごいな。女の子を無理やり男という設定にするんじゃなくて、ちゃんと男だということを生かしたデザインだよね。このキャラクターのデザイン考えた人楽しかっただろうな。今まで貯めてきた自分の性癖を国民的アニメで発揮できるんだから達成感すごそう。キュアウィングのデザイン考えましたって言って気持ちがられても、多様性の配慮で仕方がなかったって言い訳できるの最強だな。ポリコレは特殊性癖の免罪符じゃないぞ。ポリコレってあれだろ、世間に受け入れられてない性癖を広めようって活動だろ。考えを理解してもらうために好きになってもらうのは割と効率的な方法だから、意図せず日本のやり方が一番正しいの。面白いな。日本はポリコレの扱いが世界一うまい国だと思う。プリキュア20周年なので、いろいろと革新的な作品にします。なんと20周年守ってきた主人公カラーをピンクから青に変えます。ほう、主人公カラーついに変えるのか、思い切ったな。そしてしれっと追加された男の子プリキュア。
プリキュア初の主人公カラーの変更は男のキャラ登場のカモフラージュ説。なお普通に話題になった模様。全国の男の子がプリキュアに憧れて女装するようになったらどう責任を取るのか。昨日まで剣士を目指してた男の子が急にプリキュアを目指すように。全国のお母さんはびっくりしちゃうよ。むしろそれが狙いでしょ。本編見ればわかるけど結構男らしい性格してるんだよね。プリキュアになった理由も女の子を守るためだしな。制作陣は男の子を作ろうとは考えてないと思う。あくまでも男の子がプリキュアになったらでキャラクターを作ってる。まあそれはそれとしてエッチではあるけどね。見た目は可愛いのに性格は男らしいという入門にちょうどいい作品。ちゃんと声優も男の人なのは徹底してるなと思った。イルマくんと同じ声優というだけで見る価値があると思う。この人が演じてる男キャラクターってみんな可愛いんだよな。収録現場気まずそうだな。映画だと9割以上女性だからもっと気まずくなるぞ。ちなみにもう一人のプリキュアは保育士のなりたい成人女性です。なお成人のプリキュアメンバーは今回が初です。今回のプリキュア大丈夫か。男の子が見たら性癖歪まない。数十年経ったらポルノ作品として大切に扱われてそう。お前に三大性癖ブレイカーを教える。男の子のキュアウィング、スライム娘の可愛いクニル、ケモナーの最新兵器マスカーニャだ。テレビをつけたら男の娘、漫画を開けばスライム娘、ゲームをしたらケモナーと隙がないな。これ全部児童向けなの。本当に頭がおかしいと思う。自分の特殊性癖を広めるために一番効率がいいのは子供に特殊性癖を植え付けることだからな。プロ選手が引退後に小学生コーチするようなものか。プニルは可愛いスライムに関してはなぜ児童向けで連載してるのかわからないくらいエロい。直接的な表現はないけど、ギャル化したり日焼けしたりするのがエロ可愛い。主人公が中学生だからエッチな展開にならないだけで、高校生だったら間違いなく R18 だった。ルール化でいかにエロさを表現するか考えてる作品だよな。合法ドラッグと同じだな。機械娘もちゃんといるあたりさすがだなと思う。ヒロインの闇落ちバージョンもあるぞ。見れば見るほど子供向けで連載してることが意味がわからない。マスカーニャのキス好きな設定は明らかに狙ってると思う。マスカーニャはオスでもメスでもエッチだからすごいと思う。マスカーニャは俺もケモナーの沼に引きずり込んだから許さん。アメリカでケモナーは一般性癖だから大丈夫だよ。こんなことしてるから日本は少子化になっていくんだぞ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。